まだまだあるぞ、無礼打ちの話。まだまだあるぞ、無礼打ちの話。しぐるいのね、漫画の単行本の中で、無礼打ちをしてる、まあ、シーンが結構あるんですね。小岩流が侮辱されて、小岩流の門下生がね、まあ、師範代とかが、まあ、切れて、静かに切れて、相手やっちゃうっていうね。命取っちゃうとかね。あるいは、伊達にする。顔面のね、鼻そいだりするわけね。町人とかがね、こう、小岩流最近どうかなみたいな感じで、弱くなったんじゃないのみたいな感じで、街でね、話してたら、ボコッと殴るっていうね。はい。そういうね、無礼打ちっていうのがあって、これは武士のね、権威を保つために認められてる制度なんですね。急に殴ってくるけど、それは侮辱してるからね。あるいは街でね、なんかわざと当たってきたりとか。そうすると無礼だっつって、切っても OK みたいなね。切ってももう罪に問われませんよっていう、そういうのが、制度が無礼打ちで、ね。だから武士は怖がられるし、権威が保たれるっていうね。なんか失礼なことがあったら切られちゃうな、みたいな感じで。あんまりこう、なんか言うのやめようみたいなね、感じですよね。それでね、ブレ打ちいろいろあって、これもブレ打ち、これもブレ打ちっていうね、ことなんだけど、これもブレ打ちの一種なんではないかっていうね、私の、解釈ですけど、単行本だと13巻ですね、13巻。藤木玄之介が、岩本小雁暗殺の、沙汰にね、納得できないっつって、それで、まあ、仇討ち試合やって、それも負けちゃって、腕切られちゃって、で、完敗なわけだけど、なんか呼ばれるんですね、資料に。で、今度、なんか、真剣でね、本当のリアル騒動で、こう午前試合やると、殿の前で午前試合やるから、お前も来いみたいな感じでね。で、イラコ制限ってちょっとあったんだろうみたいな感じで、だからお前はふさわしいからちょっと来て試合やれみたいなね。真剣だけどね、負けたら死んじゃうんだけど。で、藤木はね、もうしゃあねえなって、もう恨みもあるし、普通はね、その仇討ち試合した後は文句を言っちゃダメなんだね。もうそれに従わなきゃいけないと。仇討ち試合以降はもうなんかこうテロとかね、やっちゃダメだわけね。だけど、殿がね、やれって言ったらしょうがないですよね。で、その城まで行ってね、で、まあ、みんな揃うまで、ちょっと、笹原邸ね、笹原周三郎っていう、そういう、師範代みたいな人ですね、剣術指南みたいな、その人の家に厄介になって、ちょっと泊まらせてもらうと。で、試合の準備するみたいなね。なんだけど、その時にね、なんか、笹原邸も剣術道場みたいなの持ってるから、猪俣慎吾っていうね、若手のなんか、生きったね、まあ、門下生みたいな人が来て、若手が来て、で、槍を使うんですね。うん。で、なんか、藤木玄之介が来たって言って、で、猪俣がね、お手合わせを願いますみたいなね。ちょっとスパーリングしてくださいみたいなね。で、木剣とね、この木の槍でね。で、ちょっと怪我はするかもしれないけど、それはね、死なないから。はい。で、骨折ぐらいまでだからね、それはね。だから、この有名なね、この小岩流のね、師範代来てるから、ちょっと手合わせ願いたいですね。はい。それでね、イラコ政権は小岩流を倒して名を上げたんだと。ね、最近ブイブイ言わせてる、イラコ政権は、盲目だけどね、小岩流を倒して、こう、出世したんだと。で、私もね、私もみたいな、そんなニュアンスですよね。これをね、藤木玄之介の前で言っちゃったわけ。もちろん、三重殿も来てます。はい。でも、藤木玄之介、これ、無礼ですよね。小岩流を倒したっていうことを言ってますからね。で、正源の名前出してるから。で、正源がそれによって出世したって言ってますからね。で、ブチ切れて、内側でブチ切れて、まあ、態度には出しませんけど、じゃあ、手合わせやってやるかみたいなね。
で、勃拳持って、それで、さ、猪俣をね、猪俣とちょっと軽く練習試合みたいなことするわけね。で、練習試合すること自体は、もう道場なんでね、もう、よくあることなんですね。ちょっとやってみようね。で、もう、藤木本気なんだよね。で、結果どうなったかっていうと、猪俣のね、指を全部切っちゃうみたいな。まあ、3、4本ね、勃拳の先でちょいってやって切ってしまうという、そういうね、まあ、ことをやるわけね。練習試合なのに相手の指を落とすみたいなね。はい。それやるわけ。まあ、命こそ取ってませんけど、指をまずね、バチで、こう叩いて、こう切断しちゃうわけね。4本ぐらい。で、さらに、伊達にするべき、するべく、伊達って鼻とかね、耳とか目とかをね、削ぐんですね。勃拳の先で。死にはしないけど、こんなの手術で元戻んないからね。ずーっとその剣士は、伊達のまま、顔が崩れたまま、うろうろすると。誰にやられたんだいって聞いたら、小巌流のあいつですみたいなね。で、小巌流の名がね、広まるみたいな。それやろうとしたらですね、笹原はさすがにそれを止めて、ビシッと止めて。で、怒られるっていうね。練習試合なんだから、やめろみたいな。で、指落ちてるの見てね、こんな若いね、門下生の指落としてね、何やってんだみたいな感じで。でも、藤木猿之助は、いや、みたいな感じで、あいつが言ってきたんですよ、みたいな感じで雰囲気出してるわけね。これもね、私ね、藤木やりすぎなんだけど、無礼打ちに当たるのかなと。命取られたでもおかしくないような、無礼な発言ですよね。小巌流を倒したイラコ星人が出世した私もみたいなね。そう、小巌流の師範代の前で言ってますからね。猪俣ね、全く意味分かってないで言ってるんだよね。なんか、最近イケイケの、イラコ星人すげえみたいな感じで、キラキラした目で言ってて。当然、小巌流も強いの知ってるから、それもキラキラした目で見てるわけね。で、藤木にぶち切られて、指を落とされるっていうね。はい。これね、首落とされててもね、無礼打ちですよっていうふうに言えばね、通るような状況だと思うんだね。さすがに厄介になってる笹原邸のね、人だから、命まで取ろうとしませんけど、まあ、この恐ろしいね、練習試合、ちょっと手合わせだけど、まあ、ここまでやるのはさすがに普通の状態ではありえないから、私もね、これはね、後から読むと、無礼打ちの一種なのかなと。はい。そんな風にね、考えてます。